こんにちは、ぬくぬく鍵谷ミシュゲーブです。アフガン編みのカップホルダーを作っていこうと思います。本当はネックウォーマーを編みたかったんですけれども、チャレンジすぎるかなと思って、カップホルダーにしてみました。で、私はセブンイレブンの、コーヒーが好きで L サイズをよく飲むんですが、どちらに合わせて作ってみました。で、24目鎖目を作ってこう減らし目をしていきます。ここが減らし目をしているところなんですけれども、減らし目をする方が、まあ、簡単だなと思ったので、上から編んで下に編んでいくことにします。1目につき2マスあります。なんで2段あるかというと、2回編んでそれで1目になります。まず最初に目をこうやって拾っていきます。これを生き目っていうんですけれども、この生き目がこの下の、棒のところですね、ここになります。これだけでは目が出来上がらなくて、戻り目という作業が必要になります。最初だけ1本だけ引き抜きます。次からは黄色とこの灰色2本同時に引き抜きます。目を拾う作業とこうやって引き抜く作業と、それ同時にやって1目が出来上がります。なのでちょっと分厚めの厚みのある生地になります。表はこんな感じで、裏は棒編みの裏メリヤス編みみたいな感じになります。もちろん同じ色の糸で編んでも大丈夫です。シングルフックの場合は糸玉1つで1色でもずっと編めるんですが、ダブルフックの場合は糸玉が2つ必要になります。同じ色を編むのであっても2つの糸玉が必要です。そこが違うとこですね。かぎ編みとかそれから棒針とかは結構横に伸びやすいんですけれども、アフガン編みの場合はあんまり伸びないんですね。ちょっとゆったりめに作る方がいいと思います。セブンイレブンのこの L サイズに合わせて作ってるんですが、これで山崎さんかなのちっちゃいカップでも OK ですし、ファミマさんのめちゃ一番大きいサイズのでも OK ですし、これはサンクスか、1個作っとくといろんなコンビニさんの、私の家の周りいろんなコンビニがあるんですけども、いろんなサイズが対応できるかなというふうに思いました。波太毛糸で作っています。鎖編みの数は、まあ、糸によって変わると思うんですが、どうやって出したかっていうと、上の方で測ります。1目か2目鎖編みが重なる感じですね。キツキツでこういう風に鎖編みが重ならない状態で作ると結構キツキツになってしまうので、1目か2目重なる感じで鎖編みの数を出すといいと思います。かぎ編みみたいに鎖編みは載ってないんですけれども、一番最初に鎖編みを編みます。こっちの星のついてる方で生き目で、何もない方で追い目を編んでいきます。で、生き目を黄色い糸で編もうと思います。最初はかぎ針と同じく作り目をします。鎖編みを24目編みます。1、2、3、21、22、23、24輪にします。2つ方法があるんですが、かぎ針で慣れてる方の輪の仕方にしようと思います。鎖編みの表面を見ながら編み始めの目をたどっていきます。で、この編み始めの目の、この半目に目を入れてもいいんですが、
今回はあの端っこをのこの鎖の表目をきれいに見せたいので、こちらの裏側、ここですね、この表面の裏側、ここに裏山に針を入れて引き抜き編みをします。で引き抜き編み、これで輪にすることができました。これが最初の1目になるので印をつけておきます。じゃあ次は隣の裏山、このポコッと出てるとこですね、隣の裏山をすくいます。これで3目ですね。次が4、6、7、8。じゃあだいたいこれくらい編めたら、次はこっちの何にもない方で追い目を編んでいきます。追い目は灰色の糸で編みたいと思います。最初だけ1本だけ引き抜きます。で次からは灰色と黄色と両方引き抜きます。この2色の色を引き抜くことを繰り返していきます。で糸が3本かかってる状態になったら、またこの星編んでいきます。次が9、10、11、12、13、14、15、16。じゃあまた追い目をしていきます。この2色を同時に引き抜きます。17、18、19、20、21、22、23、24。24編めたら最初の目に針を入れて2段目の一番最初を編みます。
を閉じるとかそういう作業がなくて、あの棒編みの輪編みに近くて、ぐる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 編んでいきます。追い目を編んでいきます。じゃあ星のついてる方で息目を編んでいきます。この黄色い縦の目を作っていきます。これで2段目の2つ目ですね。2、3、4、5、6、7、8、で追い目を編んでいきます。2段目の2段目の17、2段目の18、19、20、21、22、23、24で次がこちらですね。3段目の1目になります。ここ拾って3段目の1目3段目は一番最後で減らし目をします。戻り目を編みます。よいしょ。でまた星マークで息目を編んでいきます。この縦のラインを作っていきます。今3段目の3、そ
それから4ですね。これが1名だから1234で、次が56783段目の9 10 11 12 13 14 15 16、でここもし編みすぎて2本だけになっても全然大丈夫です。この2本のグレーと黄色の糸が2本かかっていれば大丈夫です。これどっちか一色になったらもう目が外れてるってことなので、その時はまた拾い直します。3段目の17 18 19 20 21 22で、3段目の23目と24目を1つの目にします。この23と24を同時にすくいます。ここと、それからここですね。これを同時にすくって、減らし目をします。で、次が、4段目の1目ですね。で、追い目はもうずっと同じ作業ですね。減らし目をしても、追い目の作業は変わりません。ずっとこの2本ずつ同時に糸を引き抜いていきます。よいしょ。じゃあ4段目のこれが2目ですね。追い目をしていきます。最初の頃はこの編み地がグリンと丸まってしまうんですが、編み幅が出てくるとまっすぐになってくるので大丈夫です。4段目はそのままですね、23目編みます。